どうも、ゆうさん。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。なんかここが、ハニービーといって、ゲームではファニーベア、ここですね、元になってるということなんで、ぜひ、食べていきませんか、はい、はい。お願いします。入ってみます。すごい。懐かしいね。アメリカみたいですね、本当に。いや、ディスプレイが独特だよね。ディスプレイが向こうにある感じのお店です。資料店ありますね。これ、ジョイとの出会いのシーン。そうだね。ユウさん、この辺のイラストとか覚えてます？覚えてる、覚えてる。あ、本当ですか。うん、僕、初めて見たかもしれないですね、これ、うん。ゲームのシーンの通りのバイクでの出会いですね、うん、ストーリーボードですね、絵コンテの貴重ですね。でも初めて、初公開に近いんじゃないですかね、うん、こっちがですね、キャラのコンセプトアートで、宮脇の絵はいい ね。このなんか力強いラフな感じがかっこいいですよね。大好きですね、彼の絵は大好き。これはあれですか、サターン版を作っているぐらいの時に上がってきたものですかね。そう、最初の頃だと思いますよね。なんかこの時点ですでに、この辺割とシェム2の後半に登場するキャラクターってすでになんか出来上がってたんですね。大元は上官下官で出す気でしたからね。はい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 。いやここでこういうのが、バーガー屋さんで見れるってなんか不思議ですね。不思議、よかった。いや、この店もね、なんかかなり昔からあるみたいで、前行った時に、その当時の写真とか見せてくれて、うん、70年代とかのドブ板で、めちゃくちゃ活気がある、なんかディスコとかあって。ね、ネオンとかいいんだよね。ね、いいっすよね。コロナとか、ほら、ちょっとくすんでて、いいね。ちょっとレトロな、うん、これはちょっと古いやつだね。これ超、これ多分あれですよね、6、70年代ぐらい、うん、シェンムのゲーム内にもあるの覚えてます？まあ、いや、もちろん、もちろん好きだから入れて入れてると、うん、あれもレコードが実際にかかるそのアニメーションというのか、そうそう、モーションがちゃんと入ってますね。同じようにこう、撮ってこうやって、こうやって。いやー、すごい。でも意外に見た目はこれ、大きすぎるんじゃないかという感じですけど、潰すと、まあ食べやすいですよね、それなりに。ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかったです。なんか今そのキャンペーンで、うん、シェムにゆかりのある店で食べたり買い物したりすると、うん、アニメ版のポストカードが、うん、もらえるみたいです。断定だ、断定。一番かっこいいや、断定の原崎。もう僕は癒しを聞きました。正反対聞きました、ね、そうですね、本当に。これでもファンの人喜ぶね。喜びますね。やっぱそのね、本来なら外国から来てもらって、うん、海外のファンも ね楽しんでほしいですけどね、うん。さっきスカジャンかっこいいの着てた人が歩いてた。歩いてました。うん。ネイビーの服とスカジャンの数は。もう横須賀にいるなという、うん、スカジャン扱ってる店多いですもんね。多いですね。ここからね、こう右に入ったところが、うん、なんかシェムで再現されている、はいはいはい、ドブ板通りの入り口ですもんね。ここはなんかカンマニアっていう店で、ここもなんかシェムの資料を置いてるみたいなんで。これだもんね。いや、まさにカンマニアらしい入り口で、うん。このなんかそのね、最初のゲームのオープニングのシーンはアニメで本当に
そのまま再現っていう感じでした、ね、あ、これ空手大会だ。あれなんかその、もともとサターン版も空手の大会から始まる予定だったんでしたっけ。そう、オリジナルはそうだったんですよね。それがこのボリューム上がりすぎるっていうことで、そこをちょっとカットにしたんです。今回アニメでそれが入ってるっていうのは、そのユウさんが当時の資料とか共有してそれを組み込んだっていう感じですか。そうですね、なんかあのゲームで描かれなかったところをね、入ってる方が楽しいだろうなって。あ、だいぶそのアニメの人のシェムの資料読んでもらって、あ、だいぶ一生懸命シェムのプレイもしてもらって、あ、でシェムのことを分かってもらった上で作ってもらってますから。と特にあのキャラもそうですけど、背景なんかも、はい、そう、背景が ね相当作り込んで、今時ここまでやるかっていうぐらいの作り込みをしてもらってよかったです。ところどころに横須賀らしさがあるね。ありますね、本当に、うん、なんか日本のこういう商店街って特にその関東だとだいたい似たり寄ったりじゃないですか、うん、ここだけやっぱ本当強烈な色がありますよね。そうですねなんかちょっと怪しげなハートビーツみたいな雰囲気のバーがあったりして、あ、これもアニメ版の ですね。葉月家の CG で作ってるんですよ。葉月家のあそこの道場じゃない母屋の方の屋根の形を、向きが違うとか。あ、そうなんですか。っていうのを直した覚えがありますよ。オリジナルと違って、なんかやっぱり日本の神社仏閣を改造したっていう設定です。あ、昔はそのお寺なり神社だったっていう、うん、そういう設定なんですか、うん、なので昔の神社仏閣の作りってあるじゃないですか、はいはい、屋根の決まりとかも、それをなんかシェム1ではやってるので、シェム1と屋根の向きが違うっていうので、うーん、これは直して1に合わせたやつ。 それはそのリュウさんが監修するときに気づいて指摘をしてっていう感じだったんですね。その神殿仏閣だったっていう、そういう設定になったなんか理由とかってあるんですか。あ、日本らしさっていう表現するために、あ、神社仏閣が例えば右と左でパブリックスペースとその個人のスペースが、うち個人の居住区域が分かれてたり分離されてたりして、それもしっかりとその当時調べて反映して、うんうん、お客さんが来る場所と、あ、あります、ね、家族が生活する場所が、はいはいはい、あの右と左で分かれてたり、あ、うん、日本建築のところをちょっと、まあ、そういう細かいですけどね。あのシェンムの海の親を連れてきました、はい、ああ、そうですか。ありがとうございます。結構人気がね、ありますね。あ、そうですか。海外の方でもね、言われる方いらっしゃいますからね。あ、まあ、当時から、この店はいつからあるんですか。これは35年ぐらい経ちますね。あ、もうだいぶ年季が入っちゃって。僕35歳です同じぐらいの生まれ、はい、なんか当時その取材に来てたとかみたいな記憶ってあったりします。取材はどうかわかんないけど、お店の中でいろんなね、あの映画の撮影を使わせろとかね、いろんなのありましたけどね、はいはい、日本の監督さんなんかで。ああ、そうなんですね。なんかやっぱなんか独特なその、ね、昔から変わらない雰囲気があって、もう2階なんかもクラシックですから ね、 あね、これ2階もあるんですね。そうなんです。2階が飲み屋さんとか、あ、いいね、ジャズ
かそういうようなねイベントをブルーイングリーンさんなんかはそういうライブなんか毎週毎週やってるし、あとブライアン酒場さんなんかもいいね。この上の看板も本当になんか、なんか半分の電気がつかないんですよ。昔はチカチカしてたんですけど、ね、今チカチカしないんです。なんかこうね、バブルのギラギラした感じが。なんかいいお話聞かせて、ね、うん、味がありますね、やっぱりなんか地元の商店街ならではの。うん、35年だよね。ね、35年、僕35歳なんで、本当、ちょうど僕が生まれた時にこれができたんですね。しかもあれですよ、シェンムの舞台も35年前ですよ、今。あ、そうか、はい。ちょうどその時にできたお店と思えば、なんかちょっとね、縁がありますね。そうです、これもアニメの方のハートビーツ、ハートビーツの入り口のところだ。ああ、ようの背中かっこいい。ハートビーツだ。中ですね。この店だって普通になんか今どっかにありそうですね、この辺に。あ、これ30年代後半とかの絵ありますね。こういうのはね。昭和11年。このなんか EM クラブがなんかすごいこの横須賀の歴史と密接に関わってるらしいですよね。雰囲気ありますよね。昭和11年とか。11は本当まだ日本って感じですね。そうだそうだ。こう20ぐらいのやつになってくると、ちょっとね、お土産屋さんとかあって。アメリカの影響が入ってきて、船員がなんか力車に乗ってますね、あれ。面白そうだな、ちょっとやっていくかっていうの寮のセリフですね、そのまま。あ、おお、ガチャ回してる。あ、やってる。ちゃんとムービー入るんだ。うん。お、かっこいいじゃないですか、寮と気象。いい写真だね、これ。いい写真、これ。あ、本当だ。うん。70年代。うん。これもいいね。いやー、すごいっすね。この人いいし、この、これに、これだよ、だって。これに、これだもん、だって。このご家族とかもすごい味ありますね。うん。あ、ローズ紹介ですよ、さっきの。ローズ商会のご家族っていうので残ってるっていいな。出ました、柿田ですね。柿田、これが一番多分そっくりなお店だと思うんですね、ゲームと。ゲームではね、栗田で。この店1952年からあるみたいですね。ちょうど本当戦後間もなく米軍がここに来てすぐできたっていうことなんでしょうね。でもこのスペースハリアーたちはすでにありますもんね、この時代。実際にもどうですか、本当に当時のゲームセンターを思い出すような感じですかね。小さい店には置いてなかったと思いますよ。あ、なるほどね、はい、はい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 、はい、もうちょっと大きな店ですよね。でゲームだから、僕の前手掛けたゲームだからって言って、ちょっと少しゲームっていうのは実際の建物よりちょっと大きめに作らないと、なかなか障害物が多くて、その歩けなくなったりするんで。そうですよね。あの 1.5 倍から2倍ぐらいで作るんですよ。その2倍まで大きくするとちょっとリアリティなくなってくるんで、はいはい、1.5 倍ぐらいでなんとかしたいなと。シェンム好きで来る人とか多いですかね、やっぱり。まあ、そうですね。あ、けど、まあ、コロナになっちゃってからはね、やっぱ遠方から来られるっていう方は全然少ないです。うんうんうん、その前なんかはかなりやっぱしてたんですか。はい、なんか当時ね、やっぱそのゲームでは栗田で、はい、すごい看板とかも取
そっくりな感じで、まあ、めっちゃ汚いですけどね。いやそれが逆にすごい味ありますよね、歴史を感じるかな。なんかゲームでは実際の地図通りに作ってないんですよ。実際だと見通しが良すぎて、そのポリゴンがすごくたくさんかかって適当なとこで曲げないといけないですね。64メートル以上作っちゃいけないとか、32メートルでできれば曲げてってね。今のプレイステーションとかだったらね、そこはこのまんま作れる、このまま作れますもんね。やっぱりなんか今の技術でシェンムー1を作れたら面白いですよ、きっと。面白いでしょうね。なんか違う形で描きたい部分とかあったりするんですか？やったら今の技術で作るからこう全然違うものになるでしょうね。なんかエッセンスは一緒、やりたいことは一緒で、はい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 、表現が違う。どこまで描けるかっていう、うんうん、クオリティとか物量の違いが出るっていう、うん、文化の色強いから、うんうん、でもなんかどういたらしいですよね。意外に変わってないですよね、ゲームの舞台と、うん、間違いなくどういたって感じはする、はいはい。開発中のステージレンダリング画像と、うん、そかこっちの、 あの桜ヶ丘の絵が若干最終版と似てますね。違いますね、その自販機とかのモデルが違いますもんね。あ、やっぱでもこの住宅街のこれぐらいの時間帯がなんかエモいですよね。あ、ちょうどね、なんかマジックウェザーが、そうですね、うまく、まあ、その安倍商店、ゲームでは安倍商店が斉藤商店になってたり、最終版ではないですね。最終版は安倍商店でしたね。そうですね。あ、これがこういう形でまた残ってると、うん、すごいところの中入ってもいいかな。すごいね。これもだってこれいつからぶら下がってるんだろうっていう感じですよね。そうですよね。多分ユウさん取材に来てる時からぶら下がってるんじゃないですか、これ。昔からあったんじゃないかな。70、80、働き盛り今からですね、私は。皆さん、まだまだ行けるということですね、うん、こんな場所がこの間に入ってるってもすごい ね、これは残るでしょうから、いつの時代もね。これ当時も見た覚えがあるんですか？うん、なんか、うん、ここの三笠っていうお店も、あの三笠さんゲームがモデルにしてる店の一つですね、うん、これがゲームの方の王教、うん、都留教の最初のコンセプトアートですかね。そうですね。ここができたのは どのぐらいの段階だったんですか？鏡がそのストーリーの中心になるっていうのは結構最初からの構成にあったんですか？最初は多分なかったと思いますね。途中でできてきたんだと思います、はいはい、でも この今回のためにこれを限定品として販売するとも素敵ですね、うん、本物の刺繍って感じですね、うん、なんか手作りの感じ、うん、そうですね、うん、でもスマホというかあれですね、あの小さめ あのタブレットとかだとちょうどいいのかもしれない。あるいは Nintendo Switch とかね、ドリームキャストは難しいですね。ちょっとお話を聞いてもいいですか？はい、どうぞ。あの、シェンムのことはもちろんご存知で、はい、あの当時のことって何か記憶にあったりします？何か取材に来てたとかみたいな。はい、そうですね、あのこのおそらくこのゲームがまだ企画段階の頃だと思うんですけど、はい、セガの方が、いらして、
大分の、まあ、映像とかの素材を探してたんですね、うん、でうちの方で、まあ、そんな大したもんじゃないんですけど、VHS を一度提供したことがもしかしたら90年代です、ね、この方だったかもしれないですね90年代ですね、いやでもなんかやっぱその生みの親としてその自分が20何年前に作ったゲームの影響でこの街のあっちこっちに今なんかいろいろ置かれてたりしてるのを見るとどういう気持ちですか？いやなんか嬉しいですよ。面白いですね。なんかいつもと違うことが起きているっていう。そうですよね、うん、